こんにちは、ブルーホースです。やっていきましょうか。バイオハザードビレッジ。もう超怖いんだよね。もう本当に。だってさ、前回パートの最後の方見ました？皆さん、逆ムーンウォークをしていくさ、宮の姿。あれ、恐ろしすぎるでしょ。あんな歩き方する人間みたいなね。あれ、埋まった？埋まったよね。ちょっと待って。あ、そっか。どうだったっけ？あれ？あ、開いたわ。なんか知らない間に開けれたね。え？ちょっと待って。え？本当の暗闇の世界じゃん、これ。やば！進んでる？これ。いけてる？待って、え？あ！はあ、え？は？怖っ。今ほんと、これプレイしてる人にしかわかんないと思うけど。ちょっと待って、これ、井戸こう来ました。こうして、え？ちょっと待ってね。あ、降りて、ちょっと待って、あれ？どうしたらいい？これ。これで？で？あれ？なんか繋がってる。ちょっと待って。本当に、あれ？いけないぞ。どうしたらいい？これ。お？ん？あれちょっと待ってね。本当に分からなくなってる。ここでしょ？で、地図。違う。しゃがんじゃったから、こうして、で、バックがあって、で、井戸が、こっち？違うね。こうか。こうかな。ほんで？これ今階段登ってってるよね。階段登ってってるから、これまっすぐ降りていって、で、で、このまま進んでいって、あれ？ちょっと待って、本当にわからない。なんでこんなところでこんな、つまずくの。ビビーにすら会えんじゃん。こっちか。ちょっと待って、ゆりかご揺れてる。降りてる？降りれてる？降りれない。ちょっと真剣に待った。カッツ！皆さん、ようやくできた。見て、この何か掴んでるようで何も掴んでない、この状況。本当にもう、この井戸に入るのがね、いつの間にこのね、宮人形がここに来たのよって話なんだよね。ほら。大変だったわ、マジで。ここね、壊されてるし。そう、ほげん言うてるけども、こっちが泣きそうだわ。で、結局、あれ、ちょっと、ほんとに、今度またどこ、従って、出て、あれ？う？これだね。え？わかってるんだよ。ベイビーが泣いてるのは分かってんだけど、あれ？今度また出れなくなった。もうさっきそこに行くのだけでもなんかもう15分とかっていう時間がかかったのに。合ってる？合ってないね。ちょっと待って、本当に、あ、行けた？あ、行けた、行けたっぽい。合ってる？なんか、
光が近づいてきてるっぽい気はするけど、これか。おし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 。あー、なんかもうベイビーに会う恐怖心とかそんなことよりも、なんかもう出れたかどうかっていうことの方がなんかすごいもう重要な気がしてきたけど、これあれ合ってる？あ、帰ってこれた、帰ってこれたよ、クモン式。よかった、出産無事終わってるよね。いっぱいなんかあるよね。あー、よかった。これでなんか、あ、出てきた。はい、ベイビー出てきた。なんだあれは。あれはあなたの大きくなった娘でございます。さあ、やばいね、急いで逃げようね。向かってきてるよね。あー、もう怖いわ、もう本当に怖いわ、やばいわ。これなんかもうダメな気がする。何回か行かれんじゃねえか俺ね。え、もうそんな気しかしないよね。こっちから回り込んできてたりして、ふげーとか言いながらさ、ふげーほげーとか言いながら、これ あ, あったあったあった、これ手に入れて、ほい、くるっと振り返って、で、こっちにベイビーが来てるはずなので、もうほらほらほら、もう目の前にいるよね。まあ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 、ずいぶんと大きく育っちゃいましてね、ベイビーちゃんよ。なんで君そんな、何食べてそんな大きくなったのよ、ほんとに。ぬるぬるしてるよね。右手大きいね。左手は？ところで君なんでそんな尻尾生えてるの？いつの間にそんな尻尾生えたの？パパそんな風に大きく育てたつもりはなかったんだけどね。まあ大きくなっちゃったらもう仕方ないよね。すげえ影が見えんだよね。一瞬で消えたよね、今ね。いたはずなのにいなくなってるよね。で、アンジー、お前いつの間にそこに移動したのよっていう。さあ、そんな話はどうでもよくって。じゃあ、ここカチャコン。ああ、ここはなんか明るい。すごい安心する。でも多分それも束の間なんだよな。あ、そっか。自分で暗くするんだったわ、そういえば。ここは開けれないが、出すね。で、これを取っちゃうと、そうなんだよ。またこの、暗い世界の中で。ねえ、ガッチャンガッチャン言ってる。で、ベイビーがまた出てくるから。おいー、ようこそベイビー。僕はあんな梅田ジャパンさんみたいに神業、凄技ができないから、もうひたすらただただビビー散らかすよ。わーまーまーまーって言いながら、入ってくるから、こっちで。あ、こんな時には、あ、どうも、マネキン。右目も左目も。ああ、怖い。ああ、怖い。この状況になったら多分あれだよね、もう。いや、ちょっと待って。シンプルにね、シンプルにね、あ、もうベイビー来てるわ。これ、ベイビーが向こう行ってる間に吸っていくこともできるんかな。まあ、そんなちょっとね、荒技はしようとは思わんねえけど、ぬるぬるしてるよね。てか、この、ベイビーってこんな体勢だからさ、普通に考えればなんか、ね、でも男の子なのかな、なんかたまたまちゃんみたいなものがある気がするんだけど、後ろ行きたいけど後ろ振り返ったらなんかもう、振り返ればやつがいる。さあ、どうなるか。ベイビーどこ行くかな。こんな小さい靴履けるのかな、ベイビーね。だいたい1歳から1歳半くらいの、こうで、まあ12センチから大きい子でも13センチくらいなのかな。今絶対こっち見たよね。よかった、ベイビー。あ、そっか、左目が潰れてるっていう設定になったんだっけ。ねえ、はーい。もう自分楽しんだでしょ、楽しかった。あ、消えたね。声はしてんだよね、でもな。声はしてるし、床はこんなんだし、這いずってった後がすげえあるんだよな。わあ、すごい。たくさんベーコン食べたね。パパにも残しててよ、ハム。さあ、この間なんかね、ちょっとどこに行ったかわからないんだけど、ベイビーが姿を消しているというところなので、今のうちに逃げていきます。逃げて逃げて逃げて、走って走って走って。さあ、ベイビーとのお別れの時間でございます。
やもうほんと、もう二度とこれやんない。あの、別の意味で。ベイビーが怖いとかそんなんじゃない。もう、井戸の下にか、あの、はしごを降りるのに、どれほどの時間を食ったかっていう話なんですよ。もう辛かったからね。え、早く早く。早く早く。これ来てる？あ、来てる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 。これなんかね、あの、誰か実況してた人か、なんか忘れたけど危ね。今来てたね、完全にね。危ね。なんかあの、後ろ振り返りながらやってた人が食われてたっていうのがあるから、あの背中を見せないようにするって、うわぁ、そんなもう、だから分かってるけどさ、パパもちょっと、お仕事があるんだよ。この暗闇の世界から抜け出さなきゃいけないっていうね。ほら見てよ、もう家がスケスケじゃん。もう全部浮いてんだぜ。ビビるよね。お前らこんなとこに人間なんかあったっけか。なんか人間の数増えてねって。めっちゃ笑ってんじゃん、ケハ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 。ねえ。あれは何？なんか爆発資産してるよ。なんか行った時の女の人があんな感じでふさーって。違う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 。あれはあの、多分滝が落ちてるところなんだろうな。ああ、無事戻ってこれた。もうここまで戻ってくりゃ多分なんともないはず、きっと。あ、うん、行かないで。行かせないわ。そんななんか。まだ生きてるなんてすごい、ね。上で腰振ってる女の子が言うセリフみたいな感じになっちゃう。お友達にぶっ殺されちゃうからね。分かった分かった。来てきた。来た。命がけで探して。待て。その言い方はなんか優しいよね。はーい、じゃあ探します。私を見つけてごらん。すごいな、なんかあの浮いてさ、ふわーっていくところはなんか見れたね。さあ、地味にこれもなんかそのこの世界線がさ、もうね、あ、ちょっと待って。どん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 あの人形がプル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 震えていくんだよね。まあ、一発目はここだっていうのはわかるんだよね。だから二発目三発目がどこなのか。あ、痛い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 。噛んじゃんね。ローズさえ生まれなきゃ。噛んだ罰として。化け物で。違うんだよ。ローズさえ生まれなければじゃないんだよね。エブリンさえ生まなきゃなんだったよな。そうか。エブリンのイヴとエヴァのエヴァがあれなんだよね。ダブってんだな。で、確かなんかこれ血の跡を見れば、なんか次どこに行ってるかわかるみたいなことを言ってる人がいるんだけど、残念ながらこの状況の中で血の跡を探すのは多分不可能なんだよね。さあ、どこかな、さあ、どこかな、いるかな、あ、いないね。やばいね。どこだろう、あ、こっち。そろそろなんか一回目襲われそうで嫌なんだけど。なんかあの、ハードコアになったら、レベルが高くなってるとかそういうオチ。あれ、あ、いないね。やばいね。あれ？どこだろう？いる？いない？いない？いる？あれ？いないぞ。やばいね、そろそろ一回目食らうかもしれない。あれ？本当にいないぞ。あ、いた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 。よかった。結構余裕を持たせてくれたね。優しいよね。さすがドナ。人のことを。ローズにもこんなことするのか？いやー、君は娘じゃないからね。多分行った先からすると、多分こっちにはいないんだよ。あ、いたわ。全然嘘だったわ。普通にいたわ。お前なんかここから出られるわけない。いや、出られるんですよ。なんかいろいろ入ってきたね。おー、ご愁傷様でございます。楽しかったです。ありがとう。ふざけんな。可愛いお人形ちゃんに何しやがんだよ。あの、可愛い人形は自分のこと可愛いって言わないから安心して。目玉が飛び出てじゃ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 ん。終わったのか。あ、もそんなにパイは大きくないね。うん、膨らみとしてはいまいちだな。いいとこ B の何十だな。ミア、俺が必ず。ローズもでしょ。はい。まあよかった。とりあえずここまで戻ってこれて。いやー、ほんとなんか別の意味で苦労したわ。井戸に。とにかくここから降りれないっていうね。ほい。で、カチャコカチャカチャカチャ。シオク退治の鍵なんだっけ？シオク退治。こいつの仕業だったのか。アンジー人形。オッケー。これで二つ。二つ目、ゲッツ。あ、出れた出れた。まさかの出れないオチになるかと思って、もう、ほんとに。やばいやばい。あー、よかったっつー。戻っていきましょうかね。さて、どうしようかな。じゃあ一旦これ降りたところで終わっておいて、調べる。そうだね、降りたところで終わって次回
そうか、でも私欲の退治の鍵を手に入れたところであのままスッ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 降りれる。あ、でもちょっとやりたいことがあるから、そうだね、一旦じゃあ降り切ったところで終わりにしましょうかね。で、あのお墓の前にポリョッと出てきたところで一旦このパート区切って次に進んでいきたいと思いますんで、まあ、ぜひねまた楽しんでもらえたらというふうに思います。いやー、もう皆さんね、もし僕と同じような状況になったとしたら、どれだけ苦労してね、あのなんだっけ、どれだけ苦労して井戸の底に潜ることができたかっていうのがね、なんかね、体感いただけるんではないかなというふうに思いますんでね。まあ、あの、こんなことにまずなる人が他にいないということを願うんですけど、マジで大変だったからね。はい。ということでね、最後までご動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、次回パートもご覧いただけたら嬉しいというふうに思います。嬉しいので、ぜひね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押して応援していただけたらと思います。ではまたお会いしましょう。バイバイ。